これがミッドガルだって。おろうわぁ、暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ、ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取、ウータイの本気を示すため越冬よりやってきた英雄アバランチ、強力に感謝する。よろしくね。名誉アバランチいないじゃん。お迎えどこだ。モーグリ、モーグリ、お？これをたどってこいってこと？さては、あたしを試そうって魂胆？いい度胸じゃん。はっ！
てる。そんな問題。
ありがとう。この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でモンスターが騒いでる。幽体が噛んでるなら仕方ねえかも。現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユヒ、ユア、あら、イエスモーグリ、あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチってどれくらい？ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノシューはみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノシューって？ウノシューは君たちのこと、まあ暗号だ。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞ、こら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか、舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ、入って。カブさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。人生だ。
ビリーボート、ポルコだ。そしてナヨ。うん。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチよ、強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のサノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーに？ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。あ、ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。おお。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理っぴ。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアはシンラビルの地下にや。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？シンラビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラーを甘く見ちゃダメだよ。うん、神羅ビルがどこにあるかは。そうだな、ビリーボーにでも聞いてよ。ああ、ハンガー。それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ああ、ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にグレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。外に行く前にもっと情報共有しておかないか。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ、シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあ、シミュレーターするというか仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ？
別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほで酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え、どこにあるのか知らないし行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな亀道楽は。亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら。行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート。あ、ごめん、ウノシュウは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。
やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？ああでも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。ああ、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。コンドルフォート、やってく？あれ、やらないの？おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、亀道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。亀道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、まあコロナ事件がありまして、ウータイのことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へー、いやー、まいったまいった。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだお嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。カメドーラク、協力者を選定中。協力者候補を発見。称号データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ふん、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。準備ができたらいつでもお声掛けください。そろソノン帰ったかな。アジトがあったりしないわよね。
プのお使い。始まり始まり。ワンワン。街に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してずん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 と進みます。ミルクやハムやケーキには目もくれません。見て見て、キリエちゃんとコンドルフォート1回3ギルで相手するよ。ただいま。おかえり、その、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。な、何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接剣法の指導を。あんなやつの話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだって最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦の話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私、いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて、敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。ナヨ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ジージェも IT を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この街で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンラのシンラによるシンラのための街だから。シンラ横暴！ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやぁ！何？ユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとさっきもテレビで。あと、匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミートガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵はシンラカンパニー。ウの衆と一致してるのは加点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコーロが爆発したって。あれって事故じゃないよね？アバランチがやったの。ごめん。
どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネンは手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろ。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。の連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナヨたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。後。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？ほら、ストールすんな。子供はあっち向いてて。はい、こんな際でねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。
子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに、私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだった。行くぞ。アメよ。ツーワンツー。おどう。さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あろ、ソノミ詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて、おいしいよ。硬っ。みんな軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。うんな、うん、
何かな。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか。屋根を打つな。ちょうどいいよ、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう、ウータンには珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。あ、ジージェだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。 あっちだ先輩、町を離れる前に準備しておこう。ジージェってば、何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしたのかもな。責任感じるな。急ぐ先輩。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨てる。言ったら命はないんだろ。なに、オード。わあ、もしかして神社ウータン出身。感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
ちに先に倒せるか。はい、ヘルプ。了解。二回目に会いたい。チョコボのように舞い。娘。